東京ミッドタウンで開催中の恐竜科学博で知ることができる恐竜にまつわる謎を今日から毎日一つずつお届けしていきます。初回の今日は恐竜最後の楽園ララメディア大陸です。恐竜科学博の舞台となるのが今から6600万年以上前、白亜紀後期のララメディア大陸。北アメリカ大陸の西側、現在のメキシコからアラスカまで伸びた非常に細長い大陸でした。そこには恐竜の代表格であるティラノサウルスやトリケラトプスなどが生息し、周辺の海には巨大な海の捕食者モササウルスが君臨する恐竜最後の楽園として知られています。さらにこの地には四季による気候の変化があったことが分かっています。気温は温暖で、夏には雨が集中的に降り、秋には植物の紅葉が見られ、冬は空気が乾燥する、まさに四季折々の気候の変化があったのです。ララメディア大陸の恐竜たちが移りゆく四季の中でどんな生活をしていたのか、詳しくは東京ミッドタウンで開催中の恐竜科学博でぜひ体感してください。